どうもワクワクです。戦国フグやっていきたいと思います。今日はですね、何の、ね、動画かというと、まあ、結構ね空いてしまったんですけど、一個ね、鬼武将、鬼の武将で、3体目ね、鬼の武将が覚醒させることができましたということで、今回ね源の義経、こいつもね、覚醒というかね、まあ前もこいつ覚醒させたんですけど、今回ねこれなんですよ、武器の覚醒が出まして、内容ねちょっと見ていきたいと思うんですけど、もともと自身が行動した後敵兵力最小の2部隊に 130% の物理ダメージを与えるという内容だったんですけど、今度ね自身が行動した後敵兵力最小の3部隊に 130% から 150% に増えたよっていうのがあって、あと奮闘をね付与したり、あと連戦っていうのがあったんですけど、まあそこは変わらずなんですが、自身に物理 30% ほどの防壁効果を与えるっていうことで、まあやっぱりね、物理アタッカーの弱点の一つとして、まあ確実になんですけど、やっぱり、ね、防御がね、防御面のね、難はあるよっていうのは正直ありまして、だからそこの部分を少し自分自身でね補いつつ、攻撃力もね、アタック能力も上がってるよという内容になります。なんで義経ね昔強かったんですよ、昔強かったけど、あまりにもね周りの鬼のねあの性能とかも上がってたので、まあ、正直ちょっと分かんないです、どんな感じか。でしかもつけてるやつとかも、長弓とかねつけてはいるんですけど、まあフルフルで、上げられては正直ないので、まあどこまでねあれが出るかっていうのはあるんですけど、まあちょっとねやっていきたいと思います。ここなんかもねついてないですよね、ないんだよね、つけられるものがね。ということで、ではね、まあいつもながらなんですけど、まあちなみにね3体覚醒してるのはどいつかっていうと、まあ今川義元ね、もう今川義元は圧倒的、これはね崩そうと思わない、まあそれぐらいやっぱりいい武将で、あとね織田信長、まあ織田信長もねいやいいんですよ。で今回ね実は松平をもともと鬼としてね、3体目の覚醒でやってたんですけど、まあちょっとあまりにもね、まあ、どっちかというとやっぱりゴリゴリでこう攻めたい、ワクワクなので、ちょっとね、松平の方をダブルストッパーの、いやダブルストッパーの方がいいのは分かってるんですよ、ダブルストッパーの方が間違いなくいいんだけど、そこを崩して今回は、源のね義経、こいつを信じて、ちょっとやってみたよっていうことで、まあそういった動画になります。では、ちょっと確認をねしていきたいなと思うんですが、ここはねいつもながらで、ちょっとねこっから先なんですけど、あのね音割りっていうか、後からアフレコ入れないで、まあ、同時でねちょっとアフレコ入れてる関係で音がちょっと聞こえづらいかもしれません、申し訳ございません。音量はね自分の中ではねマックスで下げてるんだけど、どうしても声よりねこの中の BGM の方がね音が大きくなってしまうので、ちょっとそれはねご了承くださいということで、舞台合戦、これ便利よね、計略 OK で、これ計略の方にこれね秀吉が入っちゃうとね計略が非常にあれなんですよ、もうねストッパーしすぎてねちょっと辛いんで、ちょ計略の方申し訳ないんですけど、ちょっといじらしてくださいと。これ秀吉を抜きます、秀吉抜いてその代わりね、成田長近入れて、これで一回保存します。まあ、本来は秀吉がいるという設定なんですけど、ちょっと秀吉がいちゃうと繰り返しなんですけど、そう、あのねいいところが出なくなっちゃうので、まあ動画なんでね、せっかくなら義経のねいいところを見てほしいので、これでいきたいと思います。ということで物理対計略ね、ワクワクの、はい、さあ義経が、攻めの方かな、義経が、あ、違うね、まあ、ごめんなさい、そうそうそう、攻めの方だ、攻めの方の義経が後方ね、右後列にいます。はい、今川義元、もう本当に強いよね、本当に強い。まあ、ちょっと正直言ってね、秀吉がいないと、ちょっとどういう感じになるかっていうのは、
あれなんですけど、ちょっと物理の方がかなり有利なんじゃないかなっていう気はするんですが、まあ、それでもね、基準点数の今のも1ですね。で、これで、今ね、逆境が入ってます。よしね、逆境が入ってますよ。お、やられた？お、1の逆境が、やられた、いいね。ちょっと待って。義経やられたね。義経やられましたね。わかった。ちょっと待って。そしたらさすがにね、義経動画なんで、ちょっとこれを外そう。ここに、義経のここに不動をつけます。ちょっといいとこないとね、せっかくの動画なのにね、ちょっと見ていただくにはあれなんで、OK。これでいこう。これでいこう。ちょっとずるいけどね。OK。これで義経に不動が入ってるんで、まあ、これでね、速攻やられるってことはないでしょう。じゃあこれでいきましょう。はい。ちょっと第2回。同じね、さっきと一緒。攻めてる方が、物理武将編成で、相手がね、ゲージアップになってるので、一番手前ね、攻略の、に源の編成があります。で、さっきと違うのは、武道を攻めます。さあ、どうか。まあ、普通に行けば、アタックが勢いで行くと、物理の方が面白いかなと思うんですけどね、これ非常に効くんですよ。使用しまして。はい。さあ、義経ね、ちょっとダメージをね、与えていきたいですね、ぜひここは。長近も強い、長近もマジで強い。これで不動がなくなりました。不動がなくなったこの状態で、お待って待って。OK、いいよ。いいよ。今ね、あれ、織田信長さんね、相手の織田信長の影響でね、ちょっと仲間に打ったんですけど、まあ、大したダメージがなかったっていうのはあるんですが、まあ、義経も全然できました。まあ、もう一回ぐらいね、ちょっとね、攻撃の場面をね、今、まあ、見たいなっていうのが本当ですね。で、今のところは、これから明星ぐらいしか使ってはないので、OK、耐えて、あ、もうダメだ。まあだからね、普通の義経、ね、まあやってみたっていうのはロマンを持ってやったんですけど、まあやっぱりね、防御が薄いっていうのと、まあ火力もやっぱね、昔ほどね、出てるイメージはないですね、結論ね。る方がいるのかは分かんないんですけど、まあ、私的にはそこまで、おすすめじゃなかったかなって感じで、まあ、強いんだと思うんですけど、思ったことなかった。そしてね、計略部隊秀吉内で物理の方に立ちました。非常に強いということで、今回は、源義経、で3体目の俺の武将を覚醒させましたという動画です。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。最後のご視聴ありがとうございました。